はい、ここでは単項式の情報について一緒に確認していきましょう。どういう問題かっていうと、ね、このホニャかけるホニャみたいな感じじゃねんけども、数字と文字が一緒にあるような、こういう掛け算どうやっていくんでしたっけっていうところでしたね。で、どうやるかっていうと、もうポイント一つで、数字は数字、文字は文字で見てくれよと、そういうことやったんですね。例見てください。これ 3a×4b は、これ数字は数字で掛け算してくれよと。つまり 3×4。そして文字は文字で a×b で掛け算してくれよと。そしてあとは 3×4 は12ですね。 a×b は ab ですねっていう、ただこれだけの話ですよと。で、このこういう計算の中でね、この指数、この何乗って言うんでしたね。これ A2 乗とかのこの2乗のこと、ここを指数って言うんやけど、この指数の扱いにもちょっと慣れていこうねっていうのも大事でしたね。この2乗って何やっていうと、同じもん2回かけてますよっていう意味やったんですね。 A×A っていうのは A を2回かけてるから、これを A2 乗って表すことにしようよって決めたんですね。だから A×A×A っていうのは A を3回かけてるから、 A3 乗って表すことにしようねって決めたんです。で、ここで大事なことは、じゃあA の M 乗かける A の N 乗したらどうなるの？それは A の M たす N 乗だよ。これ何のこっちゃわけわからないんですね。ちょっと具体例見てください。A の2乗かける A の3乗ってどうなるかっていうと、意味考えてくださいね。A の2乗っていうのは A を何回かけてますか？これは A を2回かけてますね。A かける A やから。じゃあ A の3乗って A を何回かけてますか？これは A を3回かけてるんですね。このこいつらを全部かけたら A は何個になりますか？っていう話なんです。そしたら A は全部で 1,2,3,4,5 個ありますよね。だから A の5乗だよと。つまり A のなんちゃら乗かける A のなんちゃら乗っていうのは、この上を足し算してくれと。それが答えになるよっていうことなんですね。これに慣れてくれっていうところなんです。で、以上を踏まえてね、具体的な問題見ていきましょう。1番 A2A×5B、 これどうするかっていうと、もうこの2つ目の式書かなくてもいいです。数字は数字で見て、で、文字は文字で見てっていう風にやるんですね。だから数字見たら 2×5 やから10、文字は A×B やから AB で、 10AB が答えっていう流れですね。次です。-3x×2xy、 これも数字は数字、文字で文字で見てくれよと。つまり数字は -3×2 やから -6 になる。そして文字は x×x×y やから、これここポイントですね。 x が2個あるから、これは x2 乗っていう風に表してあげる。そして y になるっていうことですね。で、もう慣れてると思いますけれどもね、括弧1もそうやけれども、この中学の数学、数字と文字が混ざったやつで、このかけるっていうのは省略するんでしたね。だから 10ab とかね、こう -6x2y みたいに省略して書くんだよっていうのも大事なところでした。で、3番ですね。 a2×6a、 これはさっき言ってた指数法則ですね。つまりこのかけた時どうなんねんということです。その前にこれ数字があるか、数字はまあ前に分けてあげてね、別々で見ると、で、数字は6で決定。問題はこの a2×a がどうなるか。 a2×a はこれもう指数法則慣れてる人はね、もうこれ 2+1 で3でやってもいいし、慣れるまでは意味考えてください。 a2 乗は a×a だなと。で、それにさらに A かけんねんか、 A 全部で何個かけてるかな、3つだな、だから A3 乗よって答えは 6A3 乗と、こういう流れに、できるようにしておいてください。はい、ということでね、ここでは単項式の情報について勉強しました。数字は数字、文字は文字で計算しようねっていうことでした。そしてもう一回こういうね、何乗っていうの、これ指数っていうんやけど、その指数の計算にも慣れていこうねっていうところでしたね。あとはね、類題見つけて納品というできるようにしっかり練習しておきましょう。